さあ行きましょう。足が止まっているようだけど、まさか怯えているわけじゃないわよ。いちいち工事を見てるのじれったい。スライムを使えばこんなの半日で建てられるのに。半日で新しい商会の建物が突然出現したら、誰の目から見ても商会が不審に思われてしまうでしょ。イータの気持ちはわかるけど、ここは表社会のスピードに合わせてほしい。そうでなくても2ヶ月の突貫工事で形になるという仮想の設定自体も、世間一般の感覚ではかなりの無茶を通しているんですから。だったら2ヶ月後に半日で作りたい。その方が楽だし合理的。あなたわざと言ってるわね。ああ、わざと言ってる。ほう、まったくもう。それでも建築の得意なイータがいてくれるおかげで、商会の新たな拠点については問題なく用意できる。私は私にできることを。できないことはできないうちは人に任せる。できることでもそうすべきなら同じく人に任せる。後期1週間くらいに短縮していい？ダメです。きっかり2ヶ月の期間をかけて完成。それもギリギリ間に合ったように見せかけること。ガンマのケチ。ケチじゃありません。以上、ガンマ様からの報告を終了します。ありがとう、ラムダ。あれからガンマ本人を狙った襲撃はなしか。ええ、ですが一度手を出してきた以上、今後に何も起こらないとは到底考えられません。でしょうね。案外真っ当なやり方でルーナ商会を追い落としてくるのかも。真っ当なやり方というと？つまり商会としての信用を地に落とし、オートで商売をできなくさせるということ。例えばもうすぐルーナ商会の新しい商業施設が完成するけど、この商業施設がまともに機能しない、そんな状況になったとしたら？ルーナ商会は一敗地にまみれますね。形式上は一度復活してここまで伸びてきただけに、信用の喪失は商会株の剥奪にも発展するでしょう。そしてそういう流れに持っていきたいライバルの商会が打ってくる手は何だと思う？何らかの形でルーナ商会の商品の物流を妨害する。そう、それが最も効果的な方法。品物が届かなければ大半の商売は成り立たなくなる。それでは物流に対する警戒を厳重になさいますか？そうね。ただ守りに入るだけではつまらないわ。せっかくだからこの機会に無意な手出しをしてくる相手にはご退場願いましょう。攻勢に出られるのですね。ええ、まずはベータとゼータにオートで必要な情報を集めてもらい、その裏取りを行う。そしてその情報をもとに然るべき反撃へと移る。まずは力を示すことよ。難しいことじゃないでしょう。君と共闘か、楽しみだよ、アイリス王女。突破口は私が開きます。みんな、私についてきてください。
新聞界には様々な情報が入ってくる。王都における商売の動向もその中の一つ。ルーナ商会の新たな商業施設についても水面下では多くの情報が行き交っている。ただのゴシップや根も葉もない噂はもちろんのこと、商業的戦略を的確に予測した冷静な分析なども。王都におけるルーナ商会の今後2ヶ月の動向はどれだけ気をつけようともほぼ丸裸にされる。そう、シャドーガーデンとの関係以外についてはそういう姿勢の情報網に正しくさらされることこそが商会としての潔白と信用にもつながる以上統制はできない。ならば影に潜む我々はその流れを損なうことなく密かに利用してみせる。新聞界から情報をつかんでいるのはもちろん私だけじゃない。他の商会だって新聞界を利用して多くの情報を得ている。それはつまりルーナ商会の動向に対する他の商会の動きも私によって筒抜けになるということ。そろそろここの向かいの商館の中でそこそこ商会網の面々による会合が始まる。果たして彼らはルーナ商会に注目しているだけのシロか、それともルーナ商会を追い落とそうと企んでいるクロか。それが判明するまでのしばらくの間、私はのんびり午後のティータイムを楽しむとしますか。それではルーナ商会の件について進捗を報告してもらおう。ルーナの暗殺には失敗しました。狼だけが帰還し、雇った傭兵部隊は全員が王たちと思われる刃物で惨殺されていました。なんだと。また強盗団の死体もありましたが、こちらは傭兵部隊の獲物と狼の牙による傷跡も多く、偶発的な遭遇戦を行った結果と推測されます。この結果から想像するに、ルーナ商会は凄腕の剣客を護衛として抱えているものと思われます。なお現在ルーナは常に護衛を複数人従えて行動しており、付け入る隙のない状態となっております。なんということだ。我々はあの女を亡き者にするチャンスを不意にしてしまったというのか。さあ、悲観することでもあるまい。手っ取り早くて単純な方法が失敗しただけのこと。そもそも商売人を殺すのに本来ならば刃物も魔力もいらんのだ。あの一等地にどんな商業施設が建とうとも品物さえ届かなければ商売はできんのだからな。なるほど、物資の流れを抑えるのだな。
奴らの店が完成するまであと2ヶ月弱もある。準備期間としては十分だ。物流業者の恨みを買わないよう足のつかない方法でやってみせんとな。あの一等地で商売の軌道を乗せられたら我々の商売には大きな打撃となる。断じて阻止せねばならぬ。目先の損を取ってでも未来の得を取るのだ。真っ黒だな。アルファ様、ベータとゼータからの速報が入りました。ルーナ商会に対して妨害を仕掛けてきているのはそこそこ商会網で間違いないようです。現時点ではディアボロス教団との関係性は認められず、純粋に商売の妨害を行ってきているものと思われます。そこそこ商会網、確か王都の一等地に今日構える中堅商会の集まりね。はい、ルーナ商会の新商業施設予定地にほど近く、貴族向けの服飾においては若干の競合関係にもあります。若干というと？そこそこ商会網は貴族向けの夜会服と正教の教会向けのこういう難攻を扱う商会の集まりです。ルーナ商会が取り扱っている紳士服関係とは現時点で真っ向から競合はしていないのですが、将来を見越して向こうから手を打ってきたものと。わざわざ庭先の蜂の巣をつついてきたわけね。表の商売をしている以上こういうことはありえるか。対策会議を開きましょう。七影の召集をお願いできるかしら、イプシロン。了解です。さあ行きましょう。足が止まっているようだけど、まさか怯えているわけじゃないわよね。それでは新商業施設の稼働に向けた物流計画は当初の予定そのものは変更せず進めるという形になりますね。ええ、その上で今回の対策を追加という形で行う。ガンマとイプシロンの用意してくれた物流資料によれば、現実的で無理のない実現可能な作戦よ。うまくいけば今後の紹介の商売においても大きな転換点になりますね、ガンマ。ええ、つまりこの作戦を出発点として新たな仕組みを構築することもできるとも言える。ガンマとイプシロンは早急に本作戦の実行準備に入って、ガンマは紹介の方の仕事もあるから、イプシロンが中心になって準備を進めること。かしこまりました。私がメインでお任せください。ベータは引き続き王都の証券における水面下の情報に目を光らせておいて。了解です。ゼータはそこそこ紹介網の動きに注視、想定外の動きがあったら報告をお願いね。うん、わかった。イータは新商用施設の建設を続けて、予定通り早すぎずの遅すぎずでよろしく。はあ、そうする。じれったいけど、デルタは何をすればいいです？デルタには私と一緒に最後の仕上げをしてもらうことになるわ。しばらくは待機してもらうけど、必ず暴れられる部隊を用意するから待っていて。わかったのです。デルタは狩りの時間を待つのです。シャドウガーデン作戦開始。おい、なんて逃げ足の速いやつらだ。置いてかれた馬が唖然としてるじゃねえか。目撃者は消せと言われてたが、あの様子じゃ
積み荷に対する責任感もまるでなかろうし、我々が何者なのか全く分かりもしなかっただろうな。確認しました。すべてオート駅のルーナ商会への積み荷です。よし、指定された場所まで持っていくぞ。これ中身何なんだろう。ちょっとくらいちょろまかしても。やめておけ。傭兵家業は信用第一だ。開封の痕跡があるだけで盗賊扱いされちゃたまらんからな。それにしてもそこそこ紹介網もやることがえげつないっすね。何をやったか知らんが、ルーナ紹介が出しゃばりすぎたんだろうよ。そこそこ紹介網は他の街道筋でもここと同じようにルーナ紹介の馬車を襲わせているんだからな。さあ急げ。もう行っちゃいましたかね。そのようね。にしてもあなたって演技が下手ね。そんな先輩だってどっこいどっこいだったじゃないですか。そう？割と迫真のつもりだったんだけど。お疲れ。ゼータ様？は、予定通り積み荷は全て奪われました。この班の分は私が奴らの足取りをたどる。君たちは王都のアルファ様に報告を。これが私からの指令書。アルファ様にこれを見せればサボった扱いにならないから安心して。ゼータ様が直々に追跡を。仕掛けがうまく回るのを自分の目でちゃんと見ておきたいから。かしこまりました。どうぞよろしくお願いいたします。年下のはずなのにどうしてこんなにかっこいいの。ちょ、あなた感情を声に出してダダ漏れさせないの。さて、奪われた荷物は一体どこにたどり着くのかなってね。情報を聞き出す必要がありそうね。手加減しなきゃダメよ。途中街道に伏せていた傭兵部隊からの報告が入りました。計画通りにルーナ商会の2馬車を強奪、指定の地点へと運び込んだとのことです。完璧じゃないか。他の街道筋からの報告も合わせて、これで貿易都市から出発した奴らの荷馬車は全てが新店舗にたどり着かんというわけだ。開店まであと2日、我々の勝利だな。だ、大変だ。なんだ創造シーサー、祝い事を持ち込むならもっとそれらしく。奴らの新店舗に大量の荷物が届き始めてる。なんだと？どういうことだ。おい、奴らの荷馬車は全て襲撃したんだろ。はい、間違いございません。信用のおける傭兵団を複数選び、的確な仕事をさせました。荷物も手つかずのままを維持し、いくつかの指定場所へと運び込んでおります。それなのにルーナ商会に荷物が届いている。それが奴らの荷なんだが、地方からの個人流通業者が中心に届けてるんだ。バカな、そんな零細業者どもの物流であの規模の店舗の商品が賄えるものか。その業者がざっと確認しただけでも400人以上は出入りしているんだよ。400人？あの様子だと明日にはさらに遠くの地方からもっと出入りがありそうだし、そいつらが新店舗の前に納品の列を規則正しく作ってるから、新店舗そのものも地域で大きな話題になっちまってる。事前の広告展開がここまでほとんどなかったのはこれを見越してのことだというのか。だが
奴らに大きなダメージを与えられたことに変わりはない。どうする？今から荷物を運び込んだアジトへ向かうぞ。奴らの商品から今後の商売の傾向を探るんだ。お前はここに残ってルーナ商会の動きを見張れ。かしこまりました。主様、ついに、ついにガンマはここまでこぎつけました。ガンマはこのジャガイモを宝石にする方法を知ってるかな？え？何かの実験によってという話ではありませんよね。ジャガイモの存在しない場所で売るとかでしょうか。でも、ジャガイモの存在しない場所なんてこの世界にあるのでしょうか。いい線言ってるね。交易による価値の創出は商売の基本だ。じゃあその価値を交易以外の手段で創出するには？このジャガイモはどこどこのすごい農家の人が作ったみたいな話にするというのはどうでしょう。うん、品質と自然志向をアピールするのも悪くない。でもそれだと今までにどこかの誰かがやったことと一緒だ。だから僕ならこうする。あー、なんだかキラキラしてるような気がしてきました。全体の空間と品物自体の陳列に手を入れる。すると不思議なことに、ただのジャガイモが特別なジャガイモに見えてくる。市場で転がっているだけのジャガイモは日々の生活における価値を素朴さでアピールしてるけど、こうして商品として丁寧に飾られれば、それを見た人間の価値観を十分に刺激する品物となる。価値というものは顧客が品物を求める気持ちに対して示す。それ以上に顧客が自分自身では気づいていないけれども、その顧客にとって気持ちをくすぐる品物を求める気持ち、すなわち見えていない需要に対して示すことが大事なんだ。その気づきを与える空間の構築こそが、ジャガイモを宝石のように輝かせる影の英知。その通り。そしてそうだな、その空間の名前は、かつて主様が私に語ってくださった影の英知。シャドウガーデンの活動資金を生み出す表の顔にして、世界の影の実力者たる複合型店舗のスタートアップです。お集まりの皆様、この度はルーナ商会の新店舗開店セレモニーにお越しいただき誠にありがとうございます。以前より関係を強化させていただいておりました遠方の物流業者の皆様からのご協力もありまして、こうして開店の日を迎えることができました。まずはその物流業者の皆様、そして商品をご用意いただきました商人の皆様に深く感謝申し上げます。新店舗はオートにおける物流拠点としても機能するよう、今後も関連施設を拡大していく方針にございます。当店は当商会の再起が小さな商売から始まったのと同様に、小口の取引につきましても軽視することなく扱ってまいります。物流業者の皆様におきましては、商品の取り扱いはもちろん、遠方同士の物流を結ぶ小口通販業務の中継施設としても当店との取引をご利用ご継続いただければ幸いに存じます。当店舗はルーナ商会における商材の主幹である紳士服を含む服飾売り場、紅茶を含む食品日用品売り場、そして初の室内常設店舗となるマグロナルド1号店を含む複合商業施設となります。この業態はこれまでのミドガルオートには存在していなかった全く新しいショッピング体験を提供できるものと自負しております。新たなる時代への予感にあふれたこの新店舗で、
ルーナ商会は取引先の皆様、そしてお客様と共に、今この時から未来へと踏み出してまいります。その記念すべき第一歩として、私どもはルーナ商会の名を改め、ここに三つ星商会の設立を宣言いたします。皆様、三つ星商会を今後ともどうぞよろしくお願いいたします。なんだこれは、一体どういうことなんだ。どうしてどの荷物も石くれや木くず、ガラクタばかりなんだ。ちゃんと品物が入っている積み荷は全体の1割にも満たないじゃないか。答えろ、何が起きているんだ。お前たちが運んできたんだぞ。この荷物を用意したルーナ商会にでも聞いてくれ。俺たちは依頼通りに荷を奪ってきただけだ。その中身まで見聞しろとは言われてない。運んでいて違和感の一つも感じなかったとか。感じようが感じまいが、中身を開けてみるわけにもいかんだろう。強奪した品物を再利用するつもりだったから、手を出さないようこちらに厳命していたんだろうし、あんたらのような人種はこういう仕事のやったやらないですぐにイチャモンをつけてくるんだからな。貴様、この後に及んで責任のなすりつけ合いとはね。誰だ。ちょっと、まずいな。何がまずいんだ。商人のくせにこういうことには頭が回らんようだな。ここに敵が来たということは、外の見張りは全員殺されたということだ。だと？死にたくないなら早く狼を放て。分かった。ほうほう、少しは強そうなのが出てきたのです。ベルタ、あなたに任せるわ。狩りごたえがありそうです。律儀な傭兵もいたものね。少しくらいは荷物の中身を暴かれて、こちらの意図をある程度見抜かれるものと思っていたけど。仮に全ての荷物が追跡されていたのであれば、偽物だけではなく本物の積み荷も含まれていた以上、この場所が判明することは避けられなかっただろう。小娘、お前の瞳からも剣からも決して敵を逃がさない冷徹さを感じる。おそらくはこの場所を突き止めてから商人どもがここにやってくるのを待っていたか。この家業は始めて長いが、とうとう貧乏くじを引かされたようだな。な、貴様、依頼主を前にしてその言い草は何だ。力による妨害には力を持って報いる。他の荷物が運び込まれた拠点も私たちの仲間がすでに壊滅させているわ。あなたはただの雇われの身でしょうけど、そこそこ紹介網に加担した以上、見逃すわけにはいかない。あなたたちにはここで死んでもらう。勝負！戦闘の準備は整っているわね。下準備は大切よ。君に合わせる。わっ、その腕ぞ。武神の名に恥じぬ戦いを見せると約束する。本日の攻撃は私の前に立ち。
進めるのだ。まずは守り。久しぶりに本気を出すかな。ありがとう、本気を出す。私の前に立ち塞がらなきゃ。その一歩これからだからね。わっちを怒らせて運の恋に何とかしないで。まあ、こんなこともあるよね。シド様とごい…アレクシアさんの邪魔にならないようにしますね。行くわよ。そろそろ本命のアジトの方でも始まった頃かしらね。商人たちの死体や各種書類を直接調べてみても教団関係者と思われる手がかりはなしでしたね。やっぱり純粋にルーナ商会改め三つ星商会へのちょっかいだったってことかな。これまでか。ふう、ちょっとはマシだったのです。だけどデルタの敵ではないのです。あとはあなただけね。お前らは何者。それをあなたが知る必要はないわ。教団の手先でもない、ただの悪意を持った者たち。力でぶつかり合ってしまえばあまりにあっけないものね。アルファ様、どうして名乗らなかったです。そうね、彼らはルーナ商会を警戒していた。そういう意味では先を見る目を持った優秀さがあった。つまり決して見くびることのできない相手だから、こちらの正体につながる要素は見せたくないと思ったのよ。よくわからないけど、そういうものなのです。ええ、そういうものよ。私たちシャドウガーデンはディアボロス教団を壊滅すべく影に潜む秘密の組織、三つ星商会の存在理由も究極的にはそのための手段に過ぎないのだから。私たちの活動に対して妨害を仕掛けてきたいくつかの商会を壊滅させたわ。
シャドウガーデンの活動を広げていく上で、ディアボロス教団以外の障害も少なからず生じてくる。なるべくなら教団と関係のない相手とは穏便にことを運びたいところだけど。降りかかる火の粉は払わなければならないか。ええ、好む好まざるに関わらずね。今頃教団はガーデンに対してどう動くべきか改めて相談をしている真っ最中だったりして。シド、それは一体どういう。だってそうだろう、アルファ。たとえ教団と関係がない相手でも、ガーデンと明確に敵対する相手であるならば、その相手に教団が接触する可能性は十分にあるんだから。ディアボロス教団だってこの世界で正体を隠して活動している。つまり表の世界で都合のいい先兵になってくれそうな存在は教団にとってノーリスクで扱える手駒候補ということになる。もしその紹介に対して教団が接触を予定していたなら、偶然とはいえ奴らの機先を制したということになるわけだ。その発想はなかったわ。完全に盲点だった。結果として将来に教団と連携するかもしれない目を潰すことができたと考えるのもありということね。ありがとうシド、気づかせてくれて感謝するわ。相変わらずあなたの瞳には他の誰にも見えていないものが見えているのね。我ながらいい立て付けというかこじつけというか、まあ穴のない設定を一人で作るのも大変だからね。アルファも影の実力者ごっこにすっかり順応してるだけに、すぐにこちらの振ったネタを拾ってくれるから大助かりだ。一般の紹介がなぜ影に潜むガーデンに敵対したのかといった設定の甘さにはあえて突っ込まないであげよう。今後も抜かるなよアルファ。ええ、全てはシャドウとシャドウガーデンのために。あら、どうかなさいましたか聖女様。いえ、いつもの香油と香りが異なるようでしたので。申し訳ございません。教会に物資を定期供給していた紹介の一つが会長の急死で先週頃から営業停止状態に陥ってしまって、本日は別の紹介から仕入れた香油を用意させていただきました。すぐに元の銘柄をご用意できるようにいたしますので。そうですか、迷える魂に安息を。何か胸騒ぎがしますね。ヴィクトリア様、信者の皆様がお待ちです。ご準備のほどどうぞよろしくお願いいたします。ええ、すぐに参ります。戦闘の準備は整っているわね。下準備は大切よ。